国道507号は沖縄県糸満市から那覇市に至る一般国道である。沖縄本島の南端に位置する糸満市の市街地にある糸満から島の南部を半時計回りに描くように半周して那覇市そべの国道3 3 5号交点とを結ぶ延長約 30km の一般国道の路線で主な通過地は島尻郡八重瀬町。 ハエバル町である。路線延長の約半分にあたる、起点の糸満や伊勢町、串し交差点間は、国道331号との徴用区間で、串し終点の那覇、小羽倉間が単独の実延長区間である。日本の国道の中で最も大きな番号を持つ国道である。沖縄の本土復帰前は、琉球政府道46号線として、 現在の沖縄県道46号線と合わせ、那覇市朝都から八重瀬町、串紙までを結んでいた。復帰後は県道を経て、1993年に国道に昇格された。そして2007年にはこれまで国道329号だった、那覇市場間小羽倉の区間が、同国道の本線を、那覇東バイパスに移したため、管理を、 沖縄県に移した上で東国道の路線となった。このほかバスレーンや中央線変異区間の試行時間帯を除き、片側に車線の区間の一部に車両通行区分の規制がある。バスレーン中央線変異区間、異常気象時通行規制区間沿線には、サトウキビ畑が広がる。 国道331号と重複する区間の沖縄本島の南部で糸満市の南東端に平和記念公園があり、マブニの丘や沖縄県平和記念資料館がある。国道331号重複区間、実演庁区間国道330号重複区間。ありがとうございます。